はい、こんにちは。今日はですね、先日ご紹介いたしましたプラネックスブロードバンドルーター無線有線ハイブリッドモデルですね、をフレッツにつないでしまうという動画です。ですね、まず NTT さんのブロードバンドのモデムですよね。ちょっと汚れているんですけれども、ご了承のほどお願いいたします。B ポナですよね。 B-PONHA という機械につなぐんですけれども、あの中にはですね、VoIP モデム等々がある場合がありますので、もしも VoIP モデムですね、ご自宅の方にある場合は VoIP モデムの方につなぐという形になるとは思うんですけれども、一般的にはですね、モデムこれですよね、 B フレッツの方なんですけれども、モデムの裏側ちょっと見えづらいですかね、ここですね、これはファイバー線ですね。で、その上にですね、LANポートがあります。100ベース TX もしくは10ベース T ですね。ギガビットは今のところはないと思います。ここに LAN ケーブルを差し込みます。で、プランネックスのブロードバンドルーターの1ポート、インターネットポートですね、に差し込みます。こうですね。で、あとはいわゆるパソコンにつながっている LAN ケーブルをつなぐという形になります。で、LAN の配線が終わりましたらですね、いわゆる PPPoE 交代域接続設定を行うという形になります。これで準備完了ですね。それじゃあパソコンの設定の方を見てまいりたいと思います。はい、そういたしましたら、パソコンの方からですね、プラネックスブロードバンドルーターの接続設定を作成します。プラネックスルーターなんですが、必ずパソコンの Windows XP のですね、インターネットエクスプローラーから設定していただかないと、その設定の反映がですね、なかなかできないのでご注意ください。一応 PSP、プレイステーション3からもう設定できるとは思うんですけれども、もしかしたらなかなかつながらないとかのトラブルが出る可能性ありますのでご注意ください。そういたしましたら、ここのブラウザーのアドレス欄にですね、 192.168.1.1 ですね、見えます、ここですね、を入力いただいてエンターキーです。そうすると、デフォルトのログイン名が出てきますので、ADMIN ですね、ユーザー名 ADMIN、 パスワードも英語でパスワードですね、こうです。これでプラネックスルーターにログインすることができます。はい、そういたしましたらですね、セットアップウィザード、フレッツに接続なんで、もうセットアップウィザード必要ないですね。一般設定からですね、もう一度、ここ、一般設定から、1側、ここですね、1側をクリックするとですね、通常接続、DHCP、固定 IP、PPPoE ですね、フレッツと EO 光は PPPoE から接続設定を作成します。交代域接続設定ですね。 DHCP の方を選ぶ場合は、ケーブルインターネット CATV ですね、もしくは Yahoo ブロードバンド等々になります。で、詳細設定ですね。で、ここユーザー名にですね、プロバイダーの方から発行された ID とドメイン名ですよね。例えばなんちゃらかんちゃらアットマークソネットさんだったら TG8、 サブドメインはそれぞれ異なりますので、ご契約書、プロバイダーのご契約書をご確認いただくとすぐに分かると思います。ソネットですね、.ne.jp、 パスワードですよね。パスワードの方はちょっとお教えすること、すいません、そういうことをお見せできないので、で、これで、接続設定作成できましたら適用という形になります。はい、すいません、ちょっと隠しているんですけれども申し訳ないです。ID と、パスワードを入れたら適用クリックですね。で、設定の保存に成功しましたということで、適用クリックして、V
ブロードバンド再起動という形になります。約30秒で再起動できるみたいなんで、まあ、これがとかに比べると相当早いですよね。じゃあ再起動を完了する前にステータスを開いておきましょう。再起動するまでもいけますね。まだ再起動中なんですけれども、ここのステータスを開けばですね、次に左側こちらですよね、インターネット接続、はい、ステータスからインターネット接続を開いていただいて、接続に成功しているか確認します。ここ IP アドレスがですね、表示されていればインターネットの方につながったと判断して構わないです。でもしもここが 0.0.0.0 でしたら、他ももちろん00になるんですけれども、その状態だとインターネットの方につながっていない、交代域接続設定の失敗が考えられますので、もう一度一般設定から1を開いて PPPoE 詳細からID とパスワードをですね、もう一度入れ直していただければと、同じ手順ですよね、修正していただければつながるようにはなると思います。そういたしましたらインターネットつながっているか見てみたいと思います。つながりましたね。 YouTube 猫ちゃんバッチリですね。はい、というわけでして、プラネックスブロードバンドルーターフレッツインターネット接続設定の説明は以上ということになります。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。